ベータ版バックパックバトルやっていきましょう。よし、ソーンバーストなんとかならんもんかね。パイロじゃ救えないか諦めの境地もう。でもなんかトゲいっぱい来てるぞ。トゲいっぱい来てるけど、まあ、一旦シャベルを使うか。シャベル使いつつ、まあ、トゲ2本もあってもね、仕方ないよね。ああ、トゲ盾ね。じゃあトゲ盾作ろう。それはまあ強いでしょう。で、これ買っといて、おシャベル。まあ作っちゃおう。行こう。なんか最初にね、この2個来ちゃうと、シャベル作っちゃうんだよな。あんまり強くはないかなと思いながらも。やっぱスタミナ的にきついよな。向こうもそんなに火力ないんだけどね。これ石マッチが何気にね、重要なんだよな。そう、あれね、結構アーマー生成してくれるから強いんよね。あ、探検セット来たわ。どうしようかな。それ使うのもあり。パイロはとりあえず炎の剣作っといたら強いからな。ね、トゲの盾でしょ？でもカバンも欲しいでしょ？まあ。ちょっと炎の剣作りに行こっか。石よりこっちの方が有用かな。んで、カバンは次買うとして、よし、行こう。炎の剣作っといたら結構安定するよね、パイロは。シャベルでぶん殴ってくれい。バナナがないからスタミナがしんどいな。けど、アーマーは全部割ってる。スタミナしんどいか。早めたらまずかったかな。いや、なんとか叩き切ってくれ。よかったー、危ねえ。ブラインド全然入ってないな。あ、そっか。革の鎧のマイナス効果、3無効果でやられてそうやな。ブラインドは。これ 40% の確率でブラインドを付与するやから。まあ、1発ぐらい、1発2発は入ってると思うんやけど。アーマーに無効化されたね。バナナくれいい。お願いしやーす。ここなこれ燃やすんだけど。砥石引いときたい。カバンも欲しいが、トンガラシも欲しいが、それよりも、やっぱり、砥石引いときたいな。石にこう打って、炎を打って、カバン買って、さらに回すみたいな。そんなんでもいいな。輝くから撃っちゃうか。砥石。なあ、来ないによな。しゃあない。次行こう。砥石を求めすぎるとね、金なくなって、なんか自利品なんによな。苦しい。砥石求めの旅は苦しいです。よし。バナナで安定した。そんなあなたに猿でもわかる家事。って言ってくれてる。買おう。した。ありがたいよね、砥石。んで、炎を買って、で、石炭も買って、石炭は燃やすぞと。まあ、カバン買うか。で、砥石。来た。半額。先買っときたいな。ソーンバーストを救う会のものです。いや、でもソーンバースト引いてないからな。そもそも。もう石打って勝った方が、強いな、強い。あ、いやー、あの、ほうきくんは、使えないよなー。やれるのか、あの、ほうきくん。わかった。ちょっと、あの、ほうきくん、信じるか。うわいや、100円の剣にするべきなんだよな、絶対。あと、スタミナがやばいから、次、進化界になっちゃうね。しゃあない。ちょっと、進化界です。はい。いや、やれんのか？お、使ってる！あの、ほうきくんを。なんか勝てるぞ。もうなんか勝てたぞ。よかったぞ。ドゥイーン。で、炎の剣と、この杖とで、で、ランプもつけたら、もうめちゃめちゃ強い。あれ？え？これ砥石持ってきた？シャベル。え？え？天才？天才おる？マジ？シャベル？あ、そう。
ソーンバースト引いてないし、あー、いや、ムチ、どうしよう。シャクエンドラゴンでもいいな。砥石引いてきてくれんねやったら、ちょっとシャベル残したいな。砥石引けるんだ、君。強いね。マジ有能シャベル。ちょっと待って。ちょ、これほんま、ややこしい形してんな、君。最強ほうきを作ろうの回のものです。んで、まあ、炎2個売ろう。で、ランプもここ置いて、あ、炎の剣に進化できない。炎1個売っちゃったら。2個いるんか。まあ、仕方ないか。炎の剣への進化は、ちょ、1ターン持ち越しや。こっち側に持ってきた方が、いいんか。そもそもそんなに火がないからな、今。難儀やな。ただ、カバン広いからやりたい放題。やりたい放題しすぎてる。もうほんま、このシャベル、優遇を受けているな。よっしゃ。まあ、シャクエンドラゴンの、アミュレット、あれ目指してみるか。ドラゴン、新アミュレット。何やったっけ？アミュレット・オブ・ダークネスか。あれが強い、聞いているので、普通に強い構成、一回試してみたいし。やるじゃん？シャベル。すべてによって強められてるから、まあ、だいぶ強いよね。だいぶ強い。しゃ。で、これで炎の剣が作れるようになりますと。どうしようかな。ど真ん中にガツンと置いて、で、杖移動です。炎の剣なってもろて、で、リジェネ半額やから、一旦買っといて、これここか。唐辛子、砥石、あたりが欲しいかな。お願いします。ほい。カバンどんどん優先して買っていく？とはいえ、カバンが広かったところで置くものないし。どうしようかな。石っぽも優先でいらないし。ちょっと別のもん求めに行こうか。あ、アミュレットだ。フロストバイト構成に先行で乗っていくのもあり。迷うな。今、基本シャクエンドラゴン行こうとしてるからね。まあ、アミュレットガチャ引こっか、次へ。これで行こう。シャベルで無理やり乗り切ろうとしてんのが結構愚策な気もする。ああ、しかもこれで、ああ、英雄の剣にも一応これ乗せた方がいいよな。一応この子火力になるから。おー。あ、そっか、レインボーで全バフ乗ってんのか。なんかめっちゃバフ乗ってるように見えたけど、1ずつ。1ずつだったらそんなにやんな。オッケーオッケー、英雄の剣とシャベル、それなりに火力出てる。順調です。順調です。で、会員カード半額か。で、ほい。この子な、最近活躍するからな、言うて。まあ、ちょっと、様子見てみよう。よし。ほい。はい、石炭。燃やす。こうやって、まあ、ランプ、早カバン置きたいよね。吸血グローブ。まあ。必須で必要なものは特に今ないか。ただこれじゃあ、そろそろ勝ちきれないぞ。ドラゴン行こう。カモンドラゴン。ドラゴン&トイシが早く来てほしい。シャクエンドラゴン作りたい。ちょっとスタミナきつくなってきたか。そうやね。バナナ1本じゃちょっときついらしい。で、向こうの回復力の方が高いからこれは負ける。ぐぬ。はい。で、おー、ドラゴン半額じゃん。やってくれっつってる。やりますよ、もちろん。おー、エメラルドエッグ。ま、カバンとドラゴンでいいけどね。そうね。それで特に、何の問題もない。おいで、石打ってちょっと回してみるか。わお。あ、ユニーク求めに行ける。じゃあ、この二つ、買おっかな。サルワッカ二つとモノセント、スタミナ的にマジできついから。バナナ早めて。これでスタミナ足りんのかな？どうやろう。どうしてどうして。トゲタテ置けないね。鋼鉄のアミュレット、いるのか？いや、まあもうトゲタテ売るか。トゲタテいいや。オッケー。で、ユニーク作って、
で、一紙はまあ別にいいか。10円はさすがに作れないから、まあこれで次行こっかね。おい、これで行こう。シャベルさん、もう一回砥石、最後に掘ってくれんか。ドラゴンが生まれ始めたら、もうシャベルさんには引退していただくんだが、砥石もう一回掘ってくれてもええやで、シャベル。まあ勝てんよな、これはな。そうよね。さあ、こっからこっから。ゲッ。ゲッ、来た。あ、ドラゴンももう一匹来た。ええやん。もうエメラルドの溶流ガン早め。兄貴で。あ、オイルランプが逆向いてる。そんなことあっていいのか。いや、これは夢だ。夢だ。今のは夢です。もうがっつりドラゴン2体作っていいよな。エメラルドドラゴン。ってなると、サルワッカがもう炎の剣にしか乗せるとこなくなるな。おい。で、石打って、これとこれ打って、もうこうしちゃおう。はい。で、杖し、杖。てか、杖がいらなくねって言いたいとこなんですけど、いるんだよ。いるんだよ。そう、25% の確率で雪を防ぐ、ブラインドを防ぐもあるんですよ。でしかもこっちのバフが取り除かれんのを防ぐから、ヒート奪われんのも防ぐわけですよ。結構優秀じゃないですか。で、バナナはもう置かなくてもスタミナ的には全然余裕やん。うん、余裕オブ余裕やな。いやー、プラチナ会員カード三輪節は美味しいな。ちょっと砥石乗っけるとこないけど、まっしゃーなしで。これでいきます、次。ゴー。さて、次も構成まただいぶ大改造せなあかんな。ドラゴンにできるだけと、杖を乗っけて、で、炎の剣の周りにはしっかりドラゴンが乗るようにしてあげて、ドラゴン一匹でそんなに強いの？やるじゃん、エメラルドドラゴン。毒も入るんだよ。毒21も入んのか。ドラゴン強えな。おいおい、ドラゴン強えな、あんた。あ、毒100に、一匹でその強さ。どうなっちゃうの、私。これ。もう3匹来るよ。え？ 3 ドラゴン来ちゃうよ。ソーンバースト。いや、全然ガールパワー。余裕でガールパワー。まあ、ソーンバーストを救う回は、今回はちょっと発足できないですね。ドラゴンが全部乗るんやんな。で、炎の剣も乗るよね。あ、ちょっと場所考えよう。おお、安定した再構築機。とりあえず欲しい。まあ、カバン買って、買おう。ちょっとエメラルドドラゴン強いから、オイルランプはエメラルドドラゴンに乗せよう。ちょっとエメラルドドラゴンを信じるものです。おいで。燃える石炭は、やっぱ直置きを信じるものです、俺。てか、バナナいらないな。よし。お！アメシスト1個半額来たよ。ガールパワー。ああ、これでいいわ。4つ乗った。オッケーオッケー。さあ、アミュレット・オブ・ダークネス来てくれんか。この子らが全員効果ダメージなんだよね。だから、アミュレット・オブ・ダークネスがすげえ発動するはず。毒めっちゃ入るじゃん。強え。こんなに強いのか。灼炎にしたいね。いやー、灼炎ドラゴンにしたい。お願い。これとカバンやな。で、うわー、ちょっと待って。横にできるか。で、こう置いたらええ。よし。あ、てか、砥石来てる。あ！まあまあ。こうか。よっしゃ、灼炎できる。神。なんかもう、もう完璧だ。あとはアミュレット・オブ・ダークネスが来てくれるだけだ。で、サルワカ一応乗っけるか。はい。じゃあ、行ってらっしゃい。おっしゃ、完璧。いや、強い。強い。アメシスト・ドラゴン強いな。ヒット時3毒って強いよな。
エメラルドの溶流が強い。ルビーの溶流がちょっとイマイチ感あるな。やっぱ進化させないとダメか。おっと。なんかいっぱい武器来た。いっぱい武器来たけど、もうや。そんなには、はい、いらないですね。エンパワーでラッパはいいけど、とりあえずカバンがいるな、今は。うわぁ、ちょっと一マスなんやな、そこで来んのがな。一マスなんだよな。わお。エメラルドを信じるものです。ガールパワーって結構形難儀よな。寝床に乗らないんよな。でも100円で強めるのが、まあ最優先だとは思うから。とりあえず石打って炎2個打って、はい、進化で。乗らねえからちょっと回してみるか。ああ、カバン予約して次へかな。アメシストの溶流はランダムなマイナス効果を4付与する。相手のランダムなプラス効果を1除去する。これアメシストドラゴンが強いのってさ、やっぱこの杖のおかげだよな。杖なのかな。君のおかげでアメシストドラゴンが結構活躍してる気がする。はーい、じゃあこれでいきまーす。いい。さあアミレット来てくれ。バカ強いと噂の構成を仕上げたい。アミレットオブダークネスやりてえ。おっと負けるのか俺。とうとう。でも向こうスタミナがきつそう。オッケー。そやな、ちょっとバーサク状態入ったらきつかったか。上たる剣2本。向こうスタミナ確保がこの傷物のトパーズだけやもんね。あ、ウォルパーさんか。ウォルパーさんと傷物のトパーズでスタミナ確保してるけど、そこまで早めちゃうとさすがにきつかったみたい。オッケー。ドラゴンスタミナいらんからね。お、半額のカバンまで来たわ。まあ、ダブルカバン買っちゃえ買っちゃえ。石炭燃やして、あ、いいよ。100円に基本乗っけたいから、ふんふふふふん、ふんふふふふん、ふんふんふふふん。ガールパワー。あ、いいじゃん、ここ。五輪節。うん、いいじゃんね、これ。よ。ほい。ほい。あ、ほい。あ、ほい。ドラゴンかアミレットです。お願いします。ほい。あ、来た。来たよ。それもうガチャ引いちゃうよ、俺は。俺は引くよ。ほい、ダークネス。あ、来た。出たー。オッケー、出たね。アミレットオブダークネス。で、これで、ドラゴンたちが攻撃したら全部効果ダメージやから、アミレットオブダークネスが発動しまくって、で、30% の確率で効果ダメージをさらに与える。で、さらに重効果ダメージ入るごとにランダムデバフが入るから、それで結構デバフも入る構成になると。なかなかやるじゃん。鋼鉄のアミレットが息してないな。もうこれ守り固める気もないし、ちょっと行くか。ちょっと働くか。安定した再構築機さん。これってアミレットをアミレットにするんかな。もう1円置いとかんとダメ。かけたルビーでも合成させて。別のアミレットにしてくれんかな。お願いします。猫ちゃん置きたいなぁ。猫ちゃん。まあ、買おうか。よし。行け。うん、負ける？いや、負けないわ。ちょっと待って。デバフすごい。デバフすごい。アミレットオブダークネスが一番毒入れてんねんけど。おい、おかぶ生まれてんぞ、妖竜さん。毒20も入れたの、アミレットオブダークネス。やば。向こうのアミレットオブダークネスが与えてきた毒を、このルビーの妖竜なり、プラチナ会員カードの反射効果で反射したやつが、この3毒やな。で、フリーズはこれやんな。アミレットオブダークネスやんな。目くらましもアミレットオブダークネスやんな。やば。ヘアコーム構成のガチガチにも勝ててる。ダークネス、おいおい。強っ。強っ。はい。ティムさん。あ、最高蓄機でこれが来たんか。これとこれが来たん。高くない？5円と5円が来た。10円も。10円？あ、そんなに高くなんの？あら。相手の体力が 30% 未満に低下し、体力を50回復し、エンパワー5を獲得する。
けども、はい、プラス効果奪ってもらうか。招き猫をもう買っちゃうか。炎を打って、ほれ、灼炎隣接は絶対減らしたくないからこの辺とかになっちゃうんだよな。杖どけろっていう話なんだよ。こことかでいいからな。杖邪魔すぎる。ちょっと待って待って、アミュレットオブダークネス、いやーここがええ。ガールパワーがこの辺かな。炎1個だけガールパワー用に置いて、あ、安定した再構築機もまあまあいい値段するよね。で、おお、いいね、いいじゃないのよ。でこれでマイナス効果8反射の4反射。あ、強いね。まあ、ルビーの溶流もちょっと頑張ってほしいとこあるから、ドラゴンオーブ来てほしいな。いやー、これ強い。強いぞ。強いぞ、これは。さあ、いけ。あ、出た、同じの。でも、アミュレット・オブ・ダークネスが俺にはあるぞ。どうだ？おれい、デバフの量がえげつない。あ、やっぱ。プラチナ会員カードとルビーの要領で合計で言うと12反射やもんね。デバフの反射がすごい。こっちデバフ入ってないもん。おお、強い。デバフが飛んでもね、ドラゴンの数は一緒なんやけどね、5体でしょ。俺も5体やけど、招き猫がいるから俺の方が早くて、まあ言うならば、そうやな、早バックの位置をこの上にすべきかな。杖で強めてるドラゴンの方が速くなってほしいから。あと灼炎の剣が速いとやっぱ周りのドラゴンが強くなるのも速くなるから、ここのウエストポーチに行こう。ここに移動させよっか。その方が良さそうやね。よし、まあでもここがこうの方がいいと思う。ほいで、うん、ブルーベリーが半額やって、買ってみたけど多分売る。おい、トンガラシ、あー、トンガラシはあってもいいな、半額やったらね。あ、もう一つ来ちゃったんだが、増やしちゃっていいんですか。アミュレットオブダークネス、ブルーベリーいらなくて、まあ一個でゴー。まあまあコーンはな、最大体力を20増やして自分の体力回復量を 20% 増やす。よし、再構築だ。いや、無傷のトパーズこうして、ちょっと灼炎の剣早めて周りのドラゴンに速くなってもらうか、強くなってもらうか。一マスカバンここに置いて勇気の星置きたいな。唐辛子いいや。はい、40円、45円。あ、プラチナ会員カードエピックか。プラチナ会員カードの8反射維持したい。ああ、ここでいいじゃん。ゴッド&ゴッド、来た来た、ゴッド&ゴッドがあったわ。いやー、楽だね、幸運の箱の置く場所もいいね。いってらっしゃい、ゴッド&ゴッドです。どうも。さあさあさあ、デバフの入る量がバケモンすぎる。何これ、アミュレットオブダークネス17回発動何なの。あ、火力自体は低いから、そっか、星の位置ってそんなに気にしなくてもいいんか。置いてるだけでこのデバフ量が入りますよっていうのが重要やから、なんならこの発動回数を活かしてスライム起動したくなるね。うわー、強い、強すぎる。簡単すぎる。しかも、あー、なんか来た。ウェイ、バーサクしないのでただの毒無効化手袋。よし、もう一回再構築や、君は。探検も、ってかもう全然いらんやん、ビビる。じゃあちょっと進化するか、黒炎のドラゴンに。黒炎のドラゴンに進化するとね、微妙にちょっと置き方むずなるんやけどね。まあもうドラゴンしかいらないね。ああ、宝石でも集めるか。ドラゴンか招き猫、ルビー体力回復ではないからな。あ、来たわ。
尺円の周りもう一個だけ空いてるから、まあもう一玉はあってもいいよな。で、木剣は置いたってスタミナが足りなくなるだけなので置きません。いってらっしゃい。全種ドラゴン揃えたかったけど、まあでもこのデバフの量やからな、むしろアメシストドラゴンの方がいい。いや、ちょっと強すぎる。フリーズの意志、魔法の松明構成にも、まあ楽勝と。え、強すぎるこれ。これは、ナーフ入るな。ドラゴンが効果ダメージなんが微妙なんじゃない？ちょっと、発動回数がエグすぎる。強い。起きた！ガチャの時間です。あ、アナグマのルーンとか来たじゃん。じゃあ、これはね、まあ、ランプ当ててる君かな。で、黒曜のドラゴン君がこう乗ることになりますと。ここ行って、で、ガチャは引くよ。ガチャは引くよと。冒険打ってガチャは引くよと。あー、ね。ほい。ウエストポーチ欲しいか。ダガー打って、石打って。こうな気がすんの。国よ、あんたは強い。杖邪魔なのでは。うわ、杖邪魔説が濃厚。あ、ここ稼げるな。でも招き猫レジェンダリーやから幸運の箱が反応しない。ちょっともったいないよな。あー、ここでいいわよ。反射強かったんだよな。できるだけ反射したいな。これ買って、これくっつけよう。そうね、こうか。あ、そっか。一応、黒曜のドラゴンに乗るんだ。あー、いいじゃん。猿若くん、これで仕事できるし。あ、大仕事できる。これで、行ってもらいましょうか。突撃ドラゴン部隊行け。お、デバフを奪われるぞ。こっからちょっとゆっくり見ようか。突撃バフを奪われるが、まあ、ミセス一人じゃそんなに奪われないように。あ、強い！まずい！え、負けた！何？何？俺の最強ドラゴンが。カエル二人と、ミスフォーチュンで増やしてんのは、マナか？そうやね、マナが増えてるね。アンヒールにやられるんや。へぇ。ウェタル剣をミスターストラグルズで早めてて、向こうの火力のメイン何？癒さずの杖と？いや、火力は全然ないよ、向こう。だ、回復力やな。アミュレット・オブ・ダークネス19回も発動してんな。アンヒールって効果ダメージなの？もしかして。ああ、ホロカードの攻撃は、アミュレット・オブ・ダークネスの、ああ、これ効果ダメージなんだ。このめくられた時18ダメージ。カードで与えたダメージって基本的に効果ダメージなんや。へぇー。そっか。カード型アミュレットオブダークネスも強いな。あ、で、やっぱりそうだ。なるほど。癒さずの杖で、で、別のものが回復した時に与えるアンヒールの効果も全部効果ダメージだ。へぇー。なるほど。だから杖のアンヒール効果と、カードがめくれた時に与えるダメージっていうのは全部効果ダメージだから、それによって、アミュレット・オブ・ダークネス、こいつのデバフがムワーッと入る。こっちの方がデバフは入ってんだけどね。やっぱ回復やよな。アンヒールの力。こっち回復はないからな。速攻回復しょっぽ。まあ速攻で決める構成やから、それは仕方ない。ブラインド、まあラックあるからブラインド対策はできてるか。フリーズで遅くなってんのが強いな。ダークネス暴れすぎ、これ。あー、2型あるのね。へぇー。いや、おもろいなぁ。おもろいけど、ちょっとダークネス暴れすぎて、これは、毒だが？まあ、使ってもいいよ。この子、ここに来ることになると。ってなると、ここで価値稼ぐしかねえから、まあ、これでいいな。これで4輪節。あー、ここで、で、炎乗っけたら5輪節するか。この方がいいか。宝石でも集めるか。微妙。普通に宝石集めて置いてくわ。あ、ドラゴンオーブいいね。クリティカル出してもらおうか。置いといて。で、お、ちょっと16円は買えないな。4円ぐらいの宝石
来てくれんか。無理と。普通に早めるのが正義なんだろうな。もう一回だけ回してみよう。えい。堕落のクリスタルか。それはありか。 2.1秒やから、まあどこに置いてもいい。これでいこっか。よし、いってらっしゃい。最後暴れろダークネス。あ、出た出た出た。あ、でもこれは勝つんじゃない。速攻なら俺の方が強いぜ。これね、バックタックラーあったらわからんかったな。多分バックタックラー引きたかったんやろな、この構成。いや、マジ毒ダガーは気持ちいい。毒。気持ちやな。すげえ気持ちだわ。まあまあ、毒に入れてくれたよ。気持ち毒ダガー。アミュレット・オブ・ダークネス大暴れ。え、すげえわ。発動回数多いから、スライム起動できんこともない。ただ、カード型でもドラゴン型でも場所取りすぎるから、ここにさらにスライムさん置くっていうのは、それはそれでむずいか。いや、でも別に、これ杖どけたらいけるしな。杖ってなんかしてるか、これ。あ、まあ、多少働いてたんかな、一個前の試合だったら。25% っていうのがな。この杖プラス、弓矢とか、ショート棒とかペラペラペラって並べたら、8ラウンドぐらいまではある程度強かったっぽいから。ただちょっとでかすぎるから、序盤には場所取りすぎるし、後半は弱いし、あと、どう見ても強えなんやから、まあ別にこいつ殴ってもよくない？それか。いや、しかしちょっとアミュレット・オブ・ダークネスは、さすがにちょっと暴れすぎだわ、これ。GG。アミュレット・オブ・ダークネス構成にしか負けてないもんね。これだけの環境になっちゃうから。これは弱体化やな。あっした。